はい、皆さんこんにちは、ぶどうちゃんです。本日もご依頼をいただきました。早速読んでいきたいと思います。はい、ということで早速読んでいきたいと思います。ぶどうさん、いつも見てます。駅前にまだいろいろとワンコインランチあると思うので、これからも調査をよろしくお願いします。はい、まずこちらをご覧ください。姫路の種のクロミン記者が行ってくれたお店に、なんと600円の席定食があるので、本日はそちらに向かいたいと思います。いやいや待てよ、ぶどうちゃんと、ワンコインではなく600円じゃないかと思った、そこのあなた。その通りです。600円なんですけども、めちゃくちゃ安いので、今日はその600円ステーキランチ、実際に行って食べてみたいと思いますけども、本日もとある方と一緒に行く約束をしているので、今からそちらに向かいたいと思います。それでは行ってみましょう。エイエイポー。ごめんね、忙しいとこ。ちょっと大人気じゃないですか。おばちゃんに人気やね。いや、嬉しいですね。今日はちょっと言ったと思うんですけども、はい、600円ステーキ定食。おー、嬉しい。普段そんな激安グルメ食べないと思うけど、食べたりします？え、もう、はい、友達と強い量なんでね。一人で行くと心寂しい。心細い。ああ、心細そう、それそれ。心細いので、今日ちょっと来てもらったんですわ。はい、まあ、ちょっと早速行きましょう。行きましょう。今日は、600円なんですよ。600円でもね、相当安いですから。そんなん食べ、たまには食べる。食べますって、ほんまに。食べないですよ、食べる。そんな、お嬢さんだから食べないでしょ。コンビニとかめっちゃ好きですよ。これ見て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 、ほら、おお、すごい。1日15食限定。常時じゃなくて1日限定15食と、しかも毎月27、28、29は肉の日。この3日間だけのサービスになるんですけども、600円。すごい楽しみですね。行きましょう。これは普段出るんですか？そうですね、もう大体よく出る。よく出ますね。まず1個はだからあれですよね、はい、600円。そうか、これも安いですもんね。そうです、今日それがサバの味噌煮定食になりますね。じゃあごめんなさい、今日はこれでサバ の魚の定食に、はい、定食なんですけど、ご飯の量が無料で大中小とお選びいただけるんですけども、中で、はい。手元紹介のコーナー、こちらはこれは ボタンかな、ピンポンですね。爪楊枝はちゃんと袋に入れてくれてます。この醤油でも見たことない。このチャンネル始まってこれ初めてかもしれない、これは見たことあるかな。お箸も割り箸を使ってくれています。はい、Wi-Fi なんかもあるようです。はい、お通しなんですけど、こちらのおでん生姜醤油でお召し上がりいただきたくて、はい、そちらの真ん中の黒いペットボトルのお醤油を、はい、こちらの、あ、どれですか、これで、で、この中に入れていただいて、おでんの方ちょんちょんってつけてお召し上がりいただいて、もう一つも同じの黒いのでお願いします。これでも思ったより大きい。え、めっちゃ大きい。私この半分ぐらいのやつ想像してました。いや、これでも来たら、あ、なん、逆にこんなにやみたいな。590円、めっちゃいいですよ。わー、おいしそう。こちらも先と同様に、はい、ありがとうございます。美味しそう。600円ですよ。めっちゃ美味しそう。
思ったより大きいですね。ボリューミーですね。野菜2つって言ってるの、これポテトサラダで、これ普通のサラダ。普通でもポテトサラダにさ、このキャベツついてないですよね。確かに。どうするですね。いただきます。こういうので何から食べるとか決めてるんですか？私はもうメインから食べちゃいます。野菜から食べた方がなんかヘルシーとか言いますけど、我慢はできない。一気に行く。食べましょう。いいですか？はい、行っちゃってください。いただきます。それでもお肉いただきます。うん、うん、え、なんてうん、すごいお肉食べてるって感じだ。お肉ですからね。あ、なるほどね。これすごいですね。これ600円って全然めちゃくちゃ安いですよ。あのこの日はあの、うん、特別なお肉を使ってるっておっしゃってましたよね。3日間はね。いただきます。はい、あ、味噌煮めちゃくちゃ美味しそうだね。でも本当あの写真で見るより実物の方がボリュームもあるね。ボリュームもあるし、我々もおじさんなんでね、あの野菜がついてるのが嬉しいんですわ。ポテトサラダにもキャベツついてるでしょ。なかなかないよこれ。よかった、こっちもわかめ入ってたわ。大胆やね。うわー、美味しそう。美味しい。ちょっと甘みが多めで美味しいです。あ、いいこと思いついた。みさきちゃん、すごい食べ方上手やから。おー、確かにこれ入らない。はい、魚を一気にいきます。美味しい。なんかおでんも生姜醤油、真ん中の醤油ってあったからつけたらいいんですね。うまいね。あ、こんにゃく好きな。こんにゃく好きです。生姜醤油でいただきます。うん、え、なんて美味しいですね。でどう見てもちくわやろ。こっちから見たらわかんないですよ。ほら焼いてあるのかな。美味しいですよね、ちくわ。パルパル。多分あのこれを見ている40代50代60代のおじさんがもう釘付けになってると思うよ。ちくわに？ちくわじゃない、あなたに。いただきます。うん、味しっかり、お出汁の味がめっちゃ旬でて美味しいですね。厚揚げかな。厚揚げですかね。厚揚げめっちゃなんかご飯に出てくるんですよ。あ、そうなんや。いただきます、厚揚げ。これも喜ぶわ。あ、ちなみにおでんはどれが一番好みでしたか？大根。あ、大根ね。お出汁染んでて美味しかったです。うん、ちょっと甘め。あ、そうなんや。何もつけなくてもいける。あ、全然大丈夫。甘めなんや。ドレッシング、人参とドレッシングが。あ、そう、そこはそこ。貝割れ？貝割れちょっといますね。美味しそう。何やろ、ちょっとさ、酸っぱい系の。多分そんな感じの。青じそ、青じそドレッシング。いいね、美味しいですから。食欲が湧いてきましたわ。わかめとおネギかな。うん、わかめとおネギ。うん、あ、味しっかりめ。あ、そうだね、うん、あ、もしかしてご飯に乗せて。あ、オンザライス出た。オンザライス、いただきます。いや、それ無理や。いや、無理ですよ。もうちょっと少なくした方がええよ。入る入る入る、ほんまに。これお肉ね、うん、ソース、このさっきおでんに使ったこの生姜醤油、ね、あ、これ、うん、食べたらちょっと和風味あって美味しかった。そうなんや。そう、美味しいの。名前にそんな技を。ウロちゃんがサバと戦ってる間に。いただきます。ですわ。和風になってね。あ、そうなんや。よかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございました。大さん、噂の600円ステーキ行ってきましたけどどうでした？美味しかったです。お腹いっぱいですね。値段の割に一品物とかお味噌汁もちゃんとついてて、うんうんうん、コスパもかなり良かったです、うん、で、あのこれあれやね、今日の27、28、29の毎月3日間だけで、はい、1日15組様限定です。15食やね。15食限定やね。あのその3日間で肉がいろいろ部位がちょっと変わったり、そうそうそう、お楽しみがあるっていうことをおっしゃってましたね。そうですね。姫路の種は皆さんからの情報を元に成り立っ
しております。姫路のタレの公式メッセージかぶどうチャンネルのコメント欄にコメントください。はい、また少し姫路の未来でお会いしましょう。美味しかったね。美味しかったです。さよなら。めっちゃ荷物持ってるけどこれからどっか行くんですか？今から教習所行きます。あ、教習所、はい、それは失礼しました。その前に時間取っていただいて、頑張ってるんで。ありがとうございます。ありがとうございます。